皆様お待たせいたしました。本日はロコニアトナイト2017にお越しいただきまして誠にありがとうございます。 Thank you very much for visiting us here at Roppongi Art Night 2017。 それではお待ちかね、ファイナルライブ with ジンタラムータの開演です。 OK, here's our final live with ジンタラムータ。
ですね、バンカー担当の職人の踊り、アンジーちゃんが行ってみよう。
皆さんね、ちびっこに負けないようにね、だんだん手拍子、足拍子、お互いね、楽しんでください。実はですね、手拍子をしてますけどね、どんどん血行が良くなって、直ちにね、血行に良い影響を与えますのでね、皆さん、ぜひ楽しんでください。では、世界旅行です。もうあっという間にですね、一気にして日本に戻ってきていいですね。さあ、ジャパニーズダンシングドラムナンバー、素晴らしい歌がいっぱいあるんですが、もしかして福島の浜通りの、名曲ソーパーコクターショットに行こう。Thank you.
そんな効果でした。さあ、ではですね、もう皆さんずっとさっきから後ろの素晴らしい美術をね、ご覧になりながら、楽しんでいらっしゃると思いますが、もうこの世界が本当にね、我々もう懐かしいというか、まあ、新しいインスタレーションなんですけど、僕らもね、本当に溶け込みそうに入ったらもう出てこれないかみたいなね、楽しいステージで今日ね、やらせていただいて本当にありがとうございます。さあ、ではここでですね、世界旅行、ちょっと異次元に歩み込んで、妄想から生まれた曲を聴いてみましょう。
まあ、この曲はですね、関西にね、旅に行った時に電車に乗ってて、ね、突然天から降って湧いてきてですね、ほとんど努力せずに作曲ができちゃったんですけどね、まあ、どこの、まあ、不思議不明の音楽になっちゃいましたけどね、次は本当のちょっとの曲をやってみましょう。今度は休業式ですけどね、多分、皆さんもね、だんだん踊れるようになっていくと思いますのでね、よろしくお願いします。ターキッシュダンスです。
さあさあ、ファイナルコンサートということでですね、もうフィリピンから来た巨人君たちがだんだんで近寄ってきましたね。皆さんとね、仲良くしてくださいね。さあ、ではですね、次は1曲だけね、また妄想から生まれたオリジナル曲で、ローケシの週末、聴いてください。
この曲が入ったことを忘れてはいけない、そういう名曲をいきましょう。今度は小手宮堂が一曲歌を歌っていただきましょう。一つ皆さんにお伝えしたいことが、私の衣装蜷川実花さんデザインじゃないんです。これはね、私が10年くらい前から独自路線で開発に開発を重ねたら、蜷川実花さんの世界にすごく近いところまで寄り添ったんです。今日はなんかとっても嬉しいです。ありがとうございます。
生き生きとした皆様に捧げたいと思います。六本木アーツライト、ありがとうございました。